てめえ、何やってやがんだ。すいません。ああ、江戸の大工なんて仕事選んじゃった。これ相当ブラック環境ですよ。大工仕事なんて今だって原骨飛ぶような環境だというのに、ましてや江戸時代って言ったらねえ、用務聞いているか。そこの職場、8年間給料ねえぞ。マジで？江戸時代、一人前の大工への道は聞くも涙、語るも涙の物語なのでございます。今の世の中で言ったら小学生で世間の荒波へと飛び出すわけです。そして、あれこれと雑用にこき使われるわけで。もちろんこの間は仕事なんてろくに教えてもらえません。ちょっとでもヘマをやらかしたら飯抜きで。8年後、20歳になる頃には祭りの時期に小遣いをもらえるようになる。それが泣くほど嬉しかったそうでございます。ちなみに、この8年って試用期間でして、見込みのない奴はここで追い出されてしまうのです。その後さらに数年の修行を経て、ようやく一人前扱いされるわけでございます。その間、学校って、多分行ってないだろうな。商人の家は丁稚奉公の期間も寺小屋行かせていたと思うけど、大工に教養いらんもん。修行期間の生活は厳しくて大半は途中で辞めるか追い出されたらしいぜ。そんなにブラックな職場、誰もやりたがらないじゃん。ところが大工ってのは給料がいいんだ。普通の町民の1、5倍から2倍はもらっていたと思う。しかも、労働時間がたったの4時間、丸1日働いたら2倍給料をもらえたらしいんですよ。奥さん、ちなみにもらったお金をどうしてたの？全部使っちゃった。庶民が銀行に貯蓄するようになったのは明治以降、貯めた金を壺に入れて、土に入れて隠したりとかはしていたみたい。でも江戸っ子の大工はそんなことしません。江戸っ子は宵越しの金は持たねえ？なんて言うじゃありませんか。どんなことに使ったの？いろいろあるとは思うけど、やっぱ一番は酒と女じゃねえの。刹那的な人生だなぁ。ただし、幕末のとある大工の家計を見てみると米や味噌、巻き炭だけで収入の6割使ってんだよなぁ。遊興に使う金は 5%。ちょっと前の日本の平均的家庭の遊興費は多分 10% だったわず。と言っても、これは若い大工夫婦の話らしいのでベテランの大工や親方はもっともらっていたと思うんだがどうなんでしょうかねぇ。それじゃ、最後にこの仕事のおすすめ度について。10点満点で3点です。一人前になれば結構美味しい思いのできる仕事だぜ。でも、それまでは本当に大変ですよと。かなりリスキーな商売なんだぜ。うまい商売ってのはなかなか見つからないもんだねー。あれ？やっぱり8年間無給は耐えられませんか。8年もただ働きだもの。使う方ないね。